ご機嫌よろしゅうございます。落語もできる和菓子 YouTuber 三遊亭柳楽です。この番組はですね、我々落語家がいろいろな土地土地に仕事で参ります。そこでもってさまざまなお菓子をいただくわけですね。それは大抵は和菓子でございます。そしてこの楽屋見舞いという形でまた名家を頂戴する、こちらも和菓子が主役なんですね。そういった我々の体験からこれはいいというものを皆様方にご紹介して、ちょっとしたパーティーへのご挨拶とか、お世話になった方へのプレゼント、そんな形でお役立ていただきたいという願いで、立ち上げた企画でございます。さて、今回ですね、私が海外公演の折に必ずお世話になる成田空港、そして成田という土地、ここにこだわりまして、和菓子メーカーをご紹介していこうというわけなんでございます。それでですね、今回は何と言いますか、なるほど成田ならではの非常にそのワールドワイドなお菓子なんでございます。その和菓子と言いますと、王様製菓さんの東京あられでございます。さて、それでは早速改めましょう。もうこれですよ、私もこれは成田空港で買い求めたわけでございます。東京あられ、でこれもあられですからね、当たり前じゃないかと思われるかもしれませんけれど、これはですね、やはりこの国際化時代ならではのことがあるんですね。こちらこちら、これですね、このマークでございますよ。これはハラールですね、ハラール認証というものがしてあるわけです。このハラールというのは何かと申しますと、このイスラム教ですね、この宗教をこの信仰する方々というのは、やはりですね、独特な食文化というか、食の戒律というのがございます。ですから豚肉が食べられないとか、またいろんな食材をこの調理するにあたっても、その処理の仕方、加工法まで細かにこの決められているんですね。それをしっかりと守った形でもって、出来上がる、そういう調理方法のことを、ハラールというですね。で、このハラール認証というものを受けている、これ珍しいですよ、もうおかきでね。だってもうおかきというのは、もうどう考えたってこれは和菓子でございますから、和菓子でもやはりその海外の方にも、いろんな方々に楽しんでいただこうという、そういう思いでございますね。さあ、それでは中を開けてみましょう。こういうラインナップでございます。これね、見ればね、普通のあられですよ。私もこういったものはちょっと食べたことがないので、どんな感じかなと思うんでございますが、早速いただきましょう。まあやっぱりですね、でもやっぱこのわさびなんていうのがね、入ってるのがもう本当、こういうものも国際化したんだなって気がいたします。でもやっぱりあれでしょう、日本人としてはこの海苔をいってみましょう。
り間近で見ても普通のあられですよね。なんか普通にうまいですね。なんだろうこれ、何がどう違うんだろう。なんかちょっとこのあられっていうね、あられっていう感じじゃないんですよ、それあられがこうちょっとマイルドになった感じ、この食感というか、食べたこの味ね、味がだからどこがどうということでもないけれども、やっぱりそのこう違いますね、あられなんですけども、やっぱマイルド、というのが一番いい感じです。これだからハラールって言われなかったら分かんないですよね。あ、こういうものかな、ちょっとこの柔らかい味だなっていうぐらいで、ちょっとこれもう一ついってみようか。わさび、これね、わさびがね、意外にくせ者なんですよ。なぜかと言いますとですね、このアメリカとかね行くとお寿司屋さんでわさびだけこう丸かじりしてる人がいますから、ですからこのイスラムのこのわさびの味の強い弱いっていうのはちょっと分かんないですけど、アメリカでこういうものをいただきますとですね、びっくりするようにわさびなんですよ。もうこんなにいいだろうって言われる。手で行儀悪いですよ。これちょっと消しましょうかね。こちらね、このわさびの、わさびですね。まあそうだな、アメリカのわさびが10とすると辛さね、で日本のわさびがまあ4ぐらいかな、でこれがね6ぐらいの感じですかね。なんかあんまり伝わってるかどうかわからないですけど、でこれはもうなんか辛いなぐらいで済みますけど、日本のわさび味ってここまで辛くないです。やっぱりわさびの、あ、これちょっと当たりかもしれない、わさびのグレードはちょっといってますね。でもうまい、でもやっぱりこれもちょっと国を感じますね、外国味っていうか、そのやっぱりイスラム風の、やっぱイスラムの人もこのくらいのわさび感がいいんだなという感じですね。でも基本的に美味しいです。やっぱりこうなんかちょっとこうとんがってないっていうか、やっぱり柔らかい、味わいですね。まあそうイスラムのそのいろいろね、我々も海外行くではございませんか。でまた留学生に向けて、全部外国の人に向けて落語も私随分やってます。である大学ですね、私も留学生向けに落語公演英語でやりましてね、で終わった後写真撮影した時は握手求められたんですよ。ですからつば握手してこうやって、で、一人だけ握手するもんなんですから、ずっと握手していって、また握手したらなんか微妙な感覚があって、でパッと見たらイスラムのこのあれをしてたわけですよね。そうするとあっとその時思いましたね。つまり
女にはだって女性にがその男性に髪を見せてもいけないっていう文化ですから、当然知らない男に手を差し出すとか手を握られるなんてことはもう絶対ダメなんですよ。でもうまあ日本に来たからそれで別に日本だから問題なかったんですけど、それ現地で私それやったら、まあ、ところによってはね大変な騒ぎになりかねないですね。そういう風にしてやっぱり文化の違いというものをねやっぱり非常に、感じるわけでございます。それに比べますとね、なんていうの、外国に行きますとまたもっと濃密でございますよ。イタリア行った時に私もねびっくりしたの、急になんかこう来てほっぺたくっつけられて、で今は大丈夫ですけど左と右ですか、それをこうして挨拶するとか、こんなことね、もうイスラムだったら大変ですよ。でフランスはあれ3回かな、左右左、イタリアは2回、まあ、そういう挨拶があったり、でもう逆に言えばアメリカあたりで握手でね手を差し出されて、それでもっとこの手を引っ込めたりしたら、これも大変な侮辱でございましょう。やっぱり文化それぞれだなという気がいたします。まあいずれにいたしましても、これもねもちろんそういったこのイスラムの国々に行くことはもう昔と違いましてね非常に多いですよね。そういう中でこのこういうね味はよろしいんじゃないでしょうかね。それからですね、これもう味としてもその十分美味しいわけでございますから、そう考えるとこれをですね海外に持って行って、そこに住んでるね日本の方にあげたって、そうすると日本の方はそういう方といろいろお付き合いがあるわけですから、そういう点でもいいし、また日本でもこれお土産にいいではございませんか、これネタになるし、まあ、そういったような形でお役立ていただけたらなと思う次第で、ございます。本日はですね、そんなこんなでやはりさすが成田空港というそういうこのお菓子でございますね。やっぱり和菓子ですよ、あられですから、そういう点で、ご紹介いたしました王様製菓さん、このハラロガキで東京あられ、東北関係で東京あられ、そしてこのまあハラール認証してあるものといいますか、あられでございますね。まあそれをご紹介しました。これはね成田空港のこれ大スタンダル、そこの食品館、東京食品館のおもたせ道具というところでも販売しております。そちらでもお買い求めいただけたらと思います。というようなわけで本日はこのようなやはり、この国際化時代ならではのあられをご紹介させていただきました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。というようなことで今回もまたまたご退屈様でございました。